料を混ぜるだけで簡単に作れるので、ぜひ作ってみてください。今回ヨーグルトは豆乳のヨーグルトを使用しておりますが、好きなヨーグルトを使っていただいて大丈夫です。マイプロテインのインスタントオーツですが、こちらは粉砕されているので、とてもお菓子作りなどに使いやすいです。とてもおすすめです。シナモンはお好みで入れてください。もしご自宅にある方はベーキングパウダーとバニラエッセンスも入れてください。今回は私の大好きなレーズンも入れてみました。ベーキングパウダーを入れた後はよくしっかりと混ぜるようにしてください。中火にかけ、マカダミアナッツオイルを敷いていきます。オイルはお好きなオイルで大丈夫です。おすすめはヴィーガンのバターかココナッツオイルです。ここでお水を少しだけ入れて焼き上げると、ふっくらとした仕上がりになるので、ぜひやってみてください。温めておいた冷凍のミックスベリーをかけていきます。私は酸味のバランスがとても好きなので、お砂糖などは入れずにこのまま上にかけて食べています。食物繊維たっぷりのヘルシーなグルテンフリーパンケーキです。ぜひ休日の朝食などに作ってみてください。本日はご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。